さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。私、有吉弘行と申します。帰ってまいりました。日曜8時に有吉が帰ってまいりましたよ。嬉しい。よかった。嬉しいか。嬉しいですね。はいはい、お前、嬉しそうな顔してんな。俺が帰ってきてくれて。いや、そうですね。ほっとしましたね、やっぱり。先週はちょっと都合で、録音でお送りいたしまして。はい。優しい雨初登場は、久々の登場は、録音でしたけど、はい。生。はい、今回生。そうです。はい。久々ですね。帰ってきましたね。はい。優しい雨も。元気ですね。ほら、言ってください。リスナーの皆さんに帰ってきたよって。ただいま優しい雨と吉本中です。松崎が帰ってきたよ誰も求めてない。気持ち悪い。気持ち悪くないじゃん。気持ち悪くない。気持ち悪いやめてください。おかげさまでね、ちょっとリフレッシュしております。しかしまあちょっと日本台風でございまして、そう、いろいろ雨降ってます、風も強いですから、ちょっといろいろと気をつけながら、こう車運転してる人もちょっと気をつけながら聞いていただけるとなと思いますけども、はい、この辺を気遣いができるようになりました私。すごいですね。一周録音を挟んでこれぐらい私成長しました、ね。前できなかったですか。すごい、もやしより早いですよ成長が。お願いいたします。成長した有吉を今日はご堪能ください。So much stress. Now a variety program. さあこんばんは。オーダブルの真珠、広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFA のスタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、今月アシスタントはもちろんこの二人。もちろん、はい、改めまして優しい雨の吉本と松崎です。よろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、気持ち悪いコンビですよ。いや本当にね、俺は自分でも感心しますよ。ほう、はい、やっぱりラジオっていうのは大事なメディアですよ。やっぱりね、はい、自分がやってる仕事の中でも随分、はい、特殊ですし、まだ大事な仕事ですけどね、はい、そこにね、優しい雨なんていうね、はい、誰も知らない芸人を足立の場所に呼ぶね、俺の懐の深さね。確かに、それは確かに言葉もありますよ。本当にありがたいですよ。本当に先月は山崎さんだぞ。いや、こんなな、お前もうちょっとマシなやつ読めよ。いいでしょ、山崎さんは。山崎さんとのっちさんもいました、はい、そうですよ、もう頑張っておりますけれども、はい、先週はちょっとまあ録音でいろいろやりましたけども、うん、はい、松崎がちょっとまた気持ち悪かったりとか、はい、そうでしたっけ、まあ、吉本も吉本で大した活躍なかったり、はい、なあ、本当に、いやお前ももっと気持ち悪くなんなきゃ、いや、気持ち悪くなる、気持ち悪い趣味持たなきゃダメよ。あ、気持ち悪い趣味、やっぱ俺もかなり気持ち悪い趣味いっぱい持ってるね、食虫植物が大好きだったりとか。そうなんですよ、食虫植物におちんちん入れるのが僕大好きです。いや、絶対ダメですよ。趣味でもダメです、性癖ですよ。いえー、食い溶かされてる感じ。いや、溶けてるさ、ウツボカズラだからね。やめなさい。ウツボカズラ知ってる。知ってます。エロゲーに出てくるのか。いや、出てこないですよ。ゆっくり溶かす植物出てこないですよ、エロゲーに。なんで成長して帰ってきてチンコとかされるんですか。おかしいでしょ。さあ、ということでね、はい、まあ夏フェスなんかも近づいてました。作家の福田なんかも夏フェス ロッキンジャパン行ったとか言ってたよ。あの、ある子の酒井と、酒井とは行ってんだってよ。お前、酒井なんかとつるんでんじゃねえぞって言って。なんでダメなんですか。普通に同世代とかって仲良しな。困ったもんだよ。俺なんて高井さんとそんな仲にならないからね、どうせだって。俺、高井さんとフェス行かないからね。まあ、フェスは行かないかもしんないですよ。2人で飲み行ったりしないですか。2人で飲み行ったりしないよ、もうすっかり。まあ、もうっていうか、もうここのラジオのスタッフと飲みに行ったらもう1年以上前じゃない。そうなんですか。もう全然よ、もう冷め切った関係だから。そんなこと大きい声で。こんなラジオでね、ラジオでこんな冷め切った関係ないよ。ラジオ結構アットホーム感なんだ。そうですよ、結構チームワークあったね。まあ行かないね。1年以上前っていうのは何で。1年以上前なんだ、で忘年会だなんかね、もう年末だからとかいうので行ったけど、もう随分行ってないね。まあでもやっぱ有吉さん的には行きたい。いや、来たかないね。
そんなきっぱり。いや来たかないな、辻君なんて家遠いしさ、家遠いからこっち気使うじゃん、なんか遠いのにかわいそうだなとかさ、大変よ。じゃあ辻さんの家に行って飲む。辻君の家なんて遠いんだから行きたくねえよ。まあお前らとも飲み行ったことないな。そうですね、はい、ないな。あの一回そのサンドリの年末の打ち上げに、うん、あの呼ぶよって有吉さんに言ってくれたんですけど、うん、あのマシンガンズの西堀さんから連絡が来なくていけなかった、うん、あそう、西堀の嫌がらせでね。西堀の首切りがあるからな。足切り首切りみたいな、もうそこでダメですっていうのがあるからな、はい、そうですか。じゃあまあ行きますか。有吉弘行のサンデーナイトドリーム、今夜も最後までお付き合いください。東京半蔵の JFN スタジオから生放送でお送りしております、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今月のアシスタントは優しい雨です。はい、生放送メール先に募集しておきますよ。来週はもうお盆でございます。テーマこちら、うん、あなたのご先祖様。はっきり言いましたね。いいですね。あなたが知っている自分の祖先の話教えてください。刀を作る腕のいい鍛冶職人でしたね、地元で有名な占い師でした。信長と戦って落ち武者になったと聞いていますね。家族と暮らしている人はお父さんお母さん聞いてみてください。どんな祖先でしたか、どんなおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんどんな人でしたかね、教えてください、うん、なんかね、はい、祖先祖ってね、はい、あれなんだって、戸籍謄本などのね所得でね、平均すると5代から7代先の先祖まで調べることができるそうです。5代7代だと結構遡るよ。結構ですよね。江戸時代、うん、江戸ぐらいは行くでしょうね。結構調べられるじゃないですか。楽しいですよね、それはね。なるほど。どんな松崎はなんだ、祖先は岩の化け物か岩石の化け物か。祖先がですか、岩石の化け物。いや生まれ変わりとかなら分かりますけど、祖先が岩の化け物。いや運じゃない。福岡に住んでる、うん、あ普通の、うん、普通の人、普通の人だったみたいですね、はい、吉本は、はい、もう7代先の前もサラリーマンか。まあかもしんないですけど、なんか研究してる人が多いみたいな。研究してる、なんかいろいろと。あそう、なんか僕行ったことないんですけど、本籍が石川にあって、うん、そこで生まれた。知らねえよ。7代前まで調べれるって言うから。はい、俺は何ですかね、ちょっと分かんないですけど、でもまあ、はい、まああれでしょうね、まあどっからお殿様でしょうね。うん、なんか多分徳川かなんかの。いや、だとしたらもっとすごい扱い受けてるでしょう。まあでも織田信長の祖先が織田信長君ですからね。まあそうですね、はい、あふなるのね。まあまさかの織田信長も祖先がアイススケートする祖先が出てくると思わないだろうね。まあその時代ないですからね。なあ、まあ、いや分かんないですよ、だからどうでもいいけど。うん、そうですか。宛先上、はい、はい、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。はい、ねあれだったんですよ。まあそんな、まあ番組なんであんまりまだ言えないんでしょうけど、はい、あれ言ってたんですよ、なんか海外にハワイの方に、あ去年に引き続きですよとか。そうなんですけど、うん、行っててあれねなんかまあいろいろであるんだけど、はいはい、まあ、言える範囲で言うとね、俺やっぱちょっとね、はい、いじめにあったいじめえいじめハワイで俺いじめにあったその出演した方、出演者たちに、ええそんなことあるの、出演者とかスタッフから俺、うん、猛烈ないじめを受けてて、うん、今時の若い子たちのいじめってこういうことで、うん、
あのそういう辛い気持ちになるんだなと、俺今の学生とかでいじめられてる子たちの気持ちがちょっと俺分かったの、40歳にして。どんなことを、はい、言ったら、はい、なんかまあメンバー芸人とか、はい、タレントとかいっぱいいるんだけど、はい、スタッフとかも、はい、そしたらなんかみんなが LINE でグループ作ろうぜってやつで、おのおのが写真撮って、はい、ハワイ行ってるから、はいはいはい、おのおのがハワイでみんな一緒に写真撮ったりとか、みんなで集合写真とかを、はい、それ LINE のグループ、はい、っていうので共有しましょうってなったの。なるほどね、はい、で有吉も入れよって言われたんだけど、はい、俺 LINE やってないの。そうか、そうか、だから、はい、いや俺 LINE やってないんだよっつって、はい、いやじゃあ今作れよっつって、アカウントっていうみたいな、はい、アカウントじゃあ作れよ簡単だから、はい、言われたの、はい、であのグループ入って写真はやろうよ、はい、共有しようよ。もうなんか腹立っちゃってさ、どこでそれ作れよって、はい、ああ、いや俺は俺なりにやっぱり個人情報保護法があるし自分の中の俺は自分の中のやっぱりプライバシーの情報守りたいし、はい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 、あんまりそのいろんなことに手出したくねえから、はい、俺やりたくねえし、はい、俺 LINE やんねえし、写真だけくれよって言ったの、はい、はやんねえ、なんだよお前LINE 入んねえのか、グループ入んねえんだな、はい、じゃあお前にはもう写真やらねえっつって、はい、そんな言い方じゃなかったでしょうよ、ね、本当だよ戦ったんだ俺、渡部さんとか竹山さんとか渡部さん中心なんかもう死ねえっつって、はい、俺は俺でだからさ、じゃあいいよっつって、もう入んね、はい、俺は入らないし、別にお前らの写真なんてクソみたいな写真ばっかりなんだからもういらねえって。楽しそうな写真撮る、俺は俺なりの写真撮るから、はい、な、はい、じゃあ、はい、よし今からじゃあ集合写真ですっていう時、俺も携帯スタッフに渡して、じゃあ俺の撮ってっつって、はいはい、やったらみんな顔伏せる俺の携帯で撮る時だけみんな顔伏せるんだよ。そんなこと、有吉の携帯だから顔伏せようぜっつって。いやそれは気のせいじゃないですか。言うんだよ。あ、言うんですか。で俺の集合写真みんな顔背けてる俺だけにっこり笑ってる写真で俺強烈にいじめにあってるスタッフもスタッフの写真も全然くる、まあ、でだけど、はい、あれだったんだよ、一人だけ俺のスパイというか、はい、子飼いのやつがいたから、そいつが LINE のグループ入って、はい、そいつがいい写真を俺に全部流してくれたショートメールでそれがアルコ&ピースの酒井で、酒井にこっそり、酒井いいか分かってんの、はいはい、お前 LINE みんなの写真送られてくるの、それ、はい、俺が写ってるやつとか楽しそうに、はい、いい写真を全部俺に送れっつって、はい、言ってたの、はいそうさ送ってくれるの夜、はい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 、みんなが寝静まった頃に写真送ってくるんだけど、バレないように、なんかさ、はい、なんかのタイミングでさ、はい、写真をロケバスの中で酒井が俺に写真送ってるのを、はい、渡部さんに発見されたんだよ。わわおい酒井お前今何やってんのそれっつって、いやすいません何もっつって言うんだけどさ、はい、お前有吉に写真送ってるだろってバレて、はい、酒井もグループから退会なんすかそのエピソード、俺と酒井、はい、強烈でいじめを酒井が巻き込まれたわけです。辛かったわ。全然写真送ってくれない、はい、みんなすげえ楽しそうにやんのな、グループ、はい、LINE のグループって、はい、みたいですね。すげえ笑い合ってんのバスの中で、うわーみたいなこんな写真あるのみたいな、はいはい、俺だけもう修行だよ黙想だよ、ね、ずーっと目つむって、その様子を見てて LINE やろうとは思わなかった。お前らってだってなんかそんなチャラチャラしたやつらと俺口も聞きたくないいや羨ましいでしょ、うん、本当は全然羨ましくねえ。いやだってすごい楽しそうにしてたっていう、酒井はだから大会させられてもう役立たずになったからもう俺あいつとは口も聞かないいやかわいそう。後から来たアンガールズ田中に、はいはい、
こういうことがあるからちょっとあれあれ LINE のメンバーに入って写真後で送ってくれなっつってお願いしたんだ。はいはい。だけどさ、はい、未だに写真くれないの。あ、田中もう見事にあっちに飲み込まれてる。スパイがミイラとミイラにダメだ。俺写真全然持ってるの。平子さんじゃダメだろったんですか。平子は呼ばれてない。そうなんですか。平子は呼ばれてない。あら、平子はもうハワイに合わないから呼ばれてない。平子が一番辛いんだよ。びっくりした。一緒に行ってるもんだと思ってました。行ってるもんだと思ってた。まあいろいろあったんですけど、はい、まあでもどれぐらい行ってたの、5日ぐらい行ってたんですかね、うん、まあでもなんかまあまあそんなことありつつも楽しかったです。まあ LINE でちょっといじめを受けましたけど、はい、まあそれ以外はなんかね天気も良かったしね、良かったですよ。もういやもうすねちゃってるじゃないですか。本当に良かったですか。いや今なんか改めて思い出したら腹立ってきた。いや本当 LINE を始めればいいんですよ。俺渡部と竹山絶対許さない。2人とも先輩だと思いますよ。多分2人とも先輩だと思います。あいつら絶対許さない。あいつら後から来るメンバーにすぐ言うんだよ、今 LINE でグループ作ってんだけど有吉入れてねえから。有吉に写真送るの禁止だからって言われるからさ。ああダメだこれ。ラジオネームエルフは左利き、 F の長、有吉さんこんばんは。有吉さんの元気な声を聞いて勃起が収まりません。だろうね。いやだろうねじゃない。いやー可愛い坊やね。、うん、さああとはね松崎とかね、吉本には来ないね。ほら先週いろいろアニメの話とかもいろいろゲームの話とかもちょっとしましたんで、はいはいはい、ラジオネーム天野、有吉さん、松崎さん、他1名こんばんは。吉本です。お願いします。今月のゲストが二次元派ゲスナー、期待の星、シークレットファニーボーイこと松崎さんだと聞いて前回と同様のメールを送らせていただきました。早速ですが、はい、松崎さんが今期のアニメでペロペロしたいアニメキャラ誰ですか。僕は月刊少女野崎くんのさくら千代ちゃんです。あーなるほど、今期でですよね、今期のアニメキャラでペロペロしたいキャラクターいますか。そうですね、今期だと、うん、フリーというアニメがありまして、そこのもたもた話すな。いやらしい顔して。まあ、してたいやらしい顔は。ためためためちゃめちゃ喋るな。すいません、うん、すいません、フリーのレイちゃんという子は、フリーという漫画のレイちゃん、はい、どんな子なの。水泳部なんですけど、いいね、メガネかけて、うん、でだからメガネかけて水泳とか、なかなかおかしいじゃないですか。おかしい。でも元々陸上をやってて、うん、でもその水泳部になったんですけど、うん、その水泳部実は金槌で泳げなくてみたいな。レイちゃんが、はい、それで水泳部でどうすんのよ。でもバタフライはできるようになるっていう。だからバタフライ専門の選手として、まあ、頑張るみたいな。スタイルはどうなの。スタイルそうです、男性なんですけど、レイちゃんっていう、ちょっと困るよ。何てっきり女の子だと思ってるじゃん。そう女の子みたいな名前の男の子がいっぱい出てきて、その子をペロペロしたいのは、そうですね、今季一押しですか。ちょっとさ、いや8時20分にしたらちょっと刺激が強い。ちょっと刺激が後半に取っといてもらえませんか。ちょっと女の子でいませんか。いきなり男の子ペロペロしたいって言われちゃうと。じゃあフリーの、まあまあじゃあいいですよ、はい、じゃあ吉本、はい、お前今ペロペロしたアイドルいないか。ペロペロしたアイドル、うん、うわーやっぱそうですね、これは、うん、なんかすごい罠で、うん、松崎って言わせようとしてる感じが。いやないよ、そんなことないです。そうですか。じゃあ僕はパフュームの、うん、ノッチペロペロしたいですね。したいね、はい、それはペロペロしたい。よし、一旦して。いや、最悪だよ。スネイナイトドリーマーライブOn air.
私はアンジャッシュ渡部を許しません。何ですかそれ。相当で言ってますね。徹底的に戦おう。ゲスナーもちょっと聞いてみよう。ラジネオネームインダスのリオ FM 徳島。今日の放送は我々ゲスラーにとって心苦しい放送のようです。有吉さんのハワイでのエピソードを聞いて自分が学生時代に受けたいじめを思い出しました。やはり我々のリーダーは有吉さんです。一生ついていきます。私はアンジャッシュの渡部にいじめられました。大丈夫ですか。何回も言うんですか。読むたびにメール読むたびにそれ。この裏には小島で話します。いやかわいそう。これは友達ですよ。本当友達は。大丈夫でも JJ イップ。ハワイのロケスタッフ出演者、てめえら誰のこといじめたか分かってんのか。こら有吉さんはな徳川家の末裔だぞ。違うんだよ。素直いい子たちですね。ラジオネームハイスピー FM 岡山。有吉さん先ほどの LINE グループに対する発言、ゲスナーのトップとして素晴らしい発言で尊敬の眼差しで見ています。僕はとあるグループ LINE で自分が発起人として作ったグループを一番最初に通報されました。通報されました。 LINE のグループはもう二度とやりません。そんなことあるんですね。いやだからさ、はい、いや堺がさ、はいはい、堺が大会させられた時でスパイ活動で、はいはい、その時さ、はい、なんかみんなが衝撃が走ったんだよ。堺が大会させられました。みんなが騒然としてさ。あれ面白かったなと思って。いや面白いよ。まあ、いや それよりさ、はい、まあ、もうちょっとメール読むか、後にしよう、はいはい、もう松崎がもうフリーのなおちゃんだっけ、れいちゃん、れいちゃんを好きだっていうことちょっと置いとこう。いやまあはい置いといてください。吉本のパフュームのノッチが好きだっていうことは普通だからどうでもいいわ。あなんで言わ、なんで言わせた。はい、ラジオネーム、まあ祖先の話かな、あテーマ渇望ビリー、はい、FM 群馬、祖父の話ですが、競馬場の捨てられた馬券を集めやすい機械を開発した人だったという話を正月の席で、ベロベロに酔っ払った父から教えてもらいました。お馬券を集める掃除機みたいなもんじゃん。でもあるんかね。あるじゃない。でもな、あんだけの人が捨ててっからな、ラジオちびすぎ F 長野。僕のひいじいちゃんは地元の新聞社に勤める記者で、子供を10人産ませたそうです。遺影を見ても遺影なのに目はパッチリ開いた精力たっぷりな顔をしています。なのに僕は包茎です。関係ない。関係ない。ラジオネーム稲葉の白うなぎ。僕のご先祖様ですが、8代ぐらい前まで調べたのですが、皆さん短命で、すでに僕の年齢27歳で、うん、27歳でも5本の指に入るほどの、まあ、長生きということですよ。お命をつないでくださったご先祖様、感謝感謝です。俺の屍を越えて行けってゲーム知ってる？ああ、ありますね。あれ見たらな、短命の人ばっかりだな。あ、そう。短命の家系でずっと。今2出てますんで、はい。2出てますの宣伝いいんだよ。うん、今8回ぐらい。はい、では曲いきましょう。リーズ。さあこの時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、リオシちゃんだよ。東京半蔵の JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントは優しい雨です。よろしくお願いします。なんだそれ、はい、もご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 言うな。いやすまんすまん、ちょっと始めてんじゃないんだよ。ちょっと嫌われるぞ女の子に、そんなことじゃ。しっかりしろ。はい、すいません。はい、反町隆史の気分でやってみろ。反町隆史の気分で、あ、わかりました。はい、続いては、はぁ、はぁ、言うなってそうだ、なんなんだよ、モノマネしろって言ってんじゃないんだよ。はい、あれぐらいのもう俳優さんみたいにシャキシャキやってみろっつってんだよ。シャキシャキ、はい、元気に、はい、自信持って、はい、できるか。はい、できます。やってみろ。はい、
続いては、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。いいじゃないか。はい、まずはこのニュースから。うん、本日スーパームーン。うるせえんだよてめえ、さっきからよ。さっきさっき喋るって、さっきさっきってね、声でかければいいってもんじゃねえんだよ。バカだな。はい、はい、すいません。バカかよお前。ごめんなさい、僕ごめんなさいって言うなって。はいはい、はい、頑張ります頑張ります。読みます、ちゃんと読ませていただきます、はい、すいません。はい、2014年最大の満月スーパームーンが今夜見られるということで、現場に、サンドリお天気レポーターの優しい闇吉本が向かってくれました。そうなの、ということで呼んでみましょう。吉本。はい、こちら現場の吉本です。おお、外に今 JFN スタジオの外に出てきました。そうか、はい、気温はどれぐらいですか。気温ですか。気温はまあ全然暑くなく過ごしやすい気温ですね。うそー。はい。今日ね。はい。今年一番大きなお月様が見えるんだって。あ、スーパームーンをちょっとね。スーパームーンかどうか知らねえけどよ。急に。ああ。一番大きなお月様が見えるんだってよ。はい。雲がすごくてですね。うん。全く見えないですね。見えるだろ。いや、すいません、やっぱ台風の影響なんか雲がすごくて全く見えないですね。雨はちょうど降ってないですけど、風がもうものすごいですね。はい、下は何、アスファルト。下はアスファルトです。そうか、はい、月は見えないんだな。月は全く見えないんですね。そうか、はい、もし見えてたとしたらどうだろう。もし見えてたとしたらお前だったらどう言う。そしたらね、やっぱ今世紀最大の天体ショースーパームーン、ぜひ皆さんも見てください。お前の感想を聞かせてくれよ。どうだスーパームーンは。やっぱ一番でっかいお月様だな。もう、もう手が届きそうだろう。手伸ばせば、はい、届きそうですね。なあ、はい、なんかな、はい、あれだぞ、なんかそれ思いを馳せるだろう、やっぱりなんかウサギが見えるだろう。そうですね、ちょうどお餅をついてるかのように。はい、昔の人は本当にそれさ、そのお月のクレーター見て、はい、ウサギが餅ついてるみたいだなって思ったんだぞ。はい、ありがとうございます。だからな、はい、今の人たちよりはもう随分想像力があったんだよ。なるほどな。はい、だから我々はいっぱい情報があるよな。だからテレビもあればラジオもあるし、はい、インターネットもあるけどな、はい、月を見てさ、はい、あれがウサギだなとかよ、星見てさ、はい、あれがなんか牛に見えるな、双子座は双子に見えるなとかよ、サソリに見えるなとか、そんな想像力働かすことなんてないだろう今。そうですね、素敵だな空を眺めるっていうのは。はい、うん、ありがとう。続いてのStay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.いやもう吉本は中継が下手だな。いや俺がバンバンフォローしたから助かったけどよ。月見えないんだからしょうがないじゃないですか。俺のバン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 フォローが入ってからあいつ命拾いしたい。やもうこんな中継見たことないじゃん。スタジオ内の方が細かく言うって何ですかその中継。ニュース引き続き。はい、続いてはこのニュース。183万円のエヴァ2分で完売。いいの、お前なんか今声優みたいだった。 ありがとうございます。ありがとうございます。言うな。すいません。はい、かっこいい、もうバスケ部のキャプテンみたいな感じで読め。わかりました。はい、人気アニメエヴァンゲリオンの大型フィギュアが購入予約受付開始から2分で完売となりました。フィギュアの大きさは約2メートル。松崎くん、 ありがとう。価格は1体183万円。高い。背がね、高いんだね。ありがとう。
25体限定で発売されました。その25人になりたいわ。あ、よかったね。買ってね。買ってねえんじゃない。吉本帰ってきたの。ああ、帰ってきました。何やってんのお前。はい、すいません。下手な中継すいません、本当に見えないんですから、ね、全く見えなかった。そういや、そうだけど俺のバンバンフォローで助かったから。勝手なフォローが、まあ、いやいや、まあまあまあ素敵なお話を、はい、はい、なんか月見た気分になっただろ。うん、ありました。全然車の音がすごくいや、実際これ183万円のエヴァ、はい、2分で完売。はい、初号機のフィギュアですね。あのさ、はい、エヴァンゲリオンってさ、はい、いや俺もほぼほぼ見たことないんだけど、はい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 、大まかな話は知ってるよ、みんなから話聞いてるから。うん、一番さ何が魅力なの、これこんなにずっと人気あんのって。お前なりの見解でいいよ。あの主人公がうじうじ悩んでるっていうのが、うんうんうん、当時のその中高生たち の、うん、その心理的なものとうまくシンクロしたんじゃないかなとは思いますね。あ、今までの主人公みたいに強くないってことね。もう俺が正義だみたいな感じじゃなくて、うん、どうしようどうしようって悩んでる様が実際悩んでる自分と重ね合わせてっていうところと、やっぱり女の子の可愛さも、あ、じゃあもうあれだ、太宰治みたいなもんだな。じゃあすいません、ちょっと僕太宰治は読んだこと、いや太宰治と一緒だろ、生まれてすいませんっつって、あ、そんな、ずっと悩んでたから。あ、そうなんですか。一緒一緒ですね。一緒なの。そうですね、エヴァンゲリオンが人気出たのは太宰治と一緒だからですね。じゃあさ、はい、うじうじしててさ、ちょっとそんな強くない主人公がさ、やっぱり自分たち、俺自分と同じだな、俺と同じだって思ったっていうことではさ、はい、今日のやっぱ放送の LINE いじめ受けてる俺のことを結構共感持ってくれてるゲスナーもいるかな。確かいると思いますね。あ、そう、はい、そう、仲間。じゃあやっぱも今の時代やっぱり弱い自分出していかなきゃダメなんだな。あ、そうですね、強いとやっぱり共感ができない人が多いかもしれないですね。やっぱりさ、うん、こういうこと言っちゃなんだけどさ、やっぱネット時代になってからさ、はい、やっぱあんまり強い人ってやっぱ叩かれるよね。そうですね、権力者とかそういう強い人ってね、うん、はい、そうですね。だからやっぱり弱い自分を演出していった方がいいね。あ、絶対、いや、ネット界で人気者になろうとかさ、はい、結構ネットやってる人たちの間で人気になろうと思ったら弱い方がいいんだろう、多分。まあ、可愛げがあったりとかちょっと弱点が見えるとの方がいいんだろう。だって可愛いと人気が出ると思いますね。ヘビ、はい、怖い。いや、可愛い可愛いとはならないでしょ。弱点夜怖い。暗いもん。夜怖い。なんで多い日が心配。いや、もう最悪です。多い日が心配。まあ何がとは言ってないから、何がとは言ってないから。ね、2日目来ないで。いや、お願い、お願い、2日目来ないで、2日目来ないでくれよ。叩かれますよ。何が共感呼ぶんだろう。まあまあまあ、共感呼ぶのかもしんないし、ないですけど。抜いちゃダメだ、抜いちゃダメだ、抜いちゃダメだ。やめてしまって。何？エヴァンゲリオンの名言を。だって弱い俺を演出してんだからいいだろ、別に。まあ、逃げちゃダメだっていうね、エヴァンゲリオン。はい、はい、抜いちゃダメだっていうのは。抜いちゃダメ。弱いからすぐ抜いちゃうのよ。我慢できないんだ。明日風俗行こうっつってんのにすぐ抜いちゃって、さっき興奮しちゃって。石が弱いな。石が弱いんだ俺は。もうみんな来て、ほら石が弱い。すぐ抜いちゃう。弱さをアピールしてるんだよ。なら弱さアピールしてんだバンバン。石が弱いけど、まあ。そういうことは得られるかな、これで。共感してね。共感してくれないと怖いよ。嫌だよ。このままじゃ抜いちゃう。怖いよ。やばい。共感されないの怖いよ。めっちゃ怖い。号泣じゃん。続いては、あいつこんなこと言ってましたリターンズです。
テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、はい、有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。弱いから情緒不安定でさ。もう頑張ってください、頑張ってください、読んでください、メールを。共感してんじゃね、松崎俺のこと。共感しましたね。心配になるだろう。ちょっとどうしたんだろうって思いますね。そうだね。なりますよ、それは。ね、確かになります。40歳だけど。いや、40歳だから、どうしたんだろうって思います。普通の40歳、って言わないですから、ね。応援したくなるだろう。応援したいです。それはなります。よしよし。はい、よしよし。ラジオネーム三平。有吉さん、大場久美子54歳と、林博子54歳が、丸1、丸2というお笑いコンビを組んで、キングオブコントに出場し、こともあろうに1回戦を突破してやがりました。ちなみに大場はステージ上でみっともないビキニ姿を披露した挙句、去年の秋からダイエットを始めて、ウエストが23センチ細くなりましたという心底どうでもいい情報を放り込み、一方の林は合格発表後に涙を流しながら、芸歴50年ですが今日ほど感動したことはありませんとほざいてやがりました。引っ込めクソババア、お笑いなめんな。てか芸歴50年って金ちゃんと同期じゃねえか。若手芸人の登竜門に首突っ込むなよ。日の当たる縁側で濃い緑茶飲みながら尻尾の話でもしてろ。まあね、いやこれお笑い結構なめるなとかね、結構批判多いと思うけど、うん、芸人側からしたらね別にいいよねそれぐらい。そうですね、まあ、どうせ決勝まで来ねえし。そうですね、はい、まあある程度まあ話題になってくれるんだったらっていうことで、アイドルの子たちもよくザ漫才とか R1 とか出たりとか、ね、ありますね。あの子はあの子らあの子なりにやっぱその離れとかね、うん、舞台経験積むっていうことで、別に俺もう丸くなってっからそんなの怒んないんだ。昔は結構言ってたのに、うん、だって決勝まで来ねえもんどうせ。そう、ね、まあまあまあ、うん、だって大場久美子と林博子のコンビのせいで一組の芸人が枠取られてんだぞと思うけどさ、そこに負ける若手なんなんだ。最初からな、花からな、だからどうでもいい。お前らどうなってんだキングオブコント。1回戦あって、うん、通過して、うん、通過したのか、はい、はい、で今度8月の末に2回戦で、今のところ大場久美子、林博子と肩を並べてます、ね、そうですね、ライバルです。大したもんだよ、はい、よかった受かってて、よかった、これ落ちてたらとんでもなかった。落ちてて欲しかったな。すいません、すいません、落ちないんだお前な。あ、ここで落ちてれば弱さアピールできた。そうだよ。いや、お前ら吉本なんて弱さアピールするのはちょっと早いね。あ、そうですか、うん、もう、はい、もっともっと、はい、元気にやってもらわないと。なるほど、もっと初、もっと中継が下手だから、もっと中継うまくしてほしいね。来週もちょっと中継やろう。あ、はい。うまくなるように頑張ります、うん、はい、ちょっとお前もうちょっと中継頑張った方がいいな。はい、中継頑張ります、うん、いろんな仕事あるからな、はい、ロケとかロケもある。中継うまくなろう、はい、来週もじゃあ中継だろ。わかりました、中継します。まあ俺が助けてやるから、はい、頼もしいな、頼もしいな。ラジオネーム満腹亭稲荷。有吉さん、先日放送していたバカみたいに長い音楽番組のトップバッターに、サンドリの夏の風物詩こと加山雄三が登場し、80になったら自前の船で7つの海を渡りたいとバカみたいな夢を語ってから、新曲ドリーマーを歌ってやがりました。おいバカ大将、ついにサンドリ関連の楽曲を作りやがった。8月31日のゲスト会に向けての準備はバッチリってわけだ。今年も楽しみにしてるぞ。ただ一つだけ言わせてくれ、お前のその80になったら戦艦甲信丸で7つの海を破壊し尽くしたいって夢だけど、クソダサいからもう二度と言わない方がいいぞ。頭がおかしい老人だと思われてるぞ。ついに加山さんがドリーマーという曲を。いや、そうですね。嬉しいね。毎年来てくださいますからね、この番組には。いや先月、まあ、去年もはい、粋だな、こういうプレゼントしてくれるんだもん。嬉しい。ラジオネーム三平。有吉さん、何らかの方法で祈祷を鍛えてそうな小栗旬さんが、実写版ルパン三世のワールドプレミアムでこんなことを言ってやがりました。受け入れてもらえるかどうかドキドキしています。ルパンをやらせてもらえたのは嬉しいけれど怖い部分もありますね。うるせえ
居酒屋の便所でセックスするルパンなんざ誰が受け入れるか。毎日映画館に足運んでお前がスクリーンに映るたびにな、あ、居酒屋のトイレでセックスした人だって叫んでやるからな。ゲスラーのしつこさなめんなよ。黙らめろセックス泥棒が。何よ、何の恨みがあるんだよ。いいだろう。まあラジオね、ペケミニ、全国の包茎男子の皆様、秘宝です。我々が恐れていた事態がこの度アラバマ州のとある総合病院で起こってしまいました。ある男性がこの病院の泌尿器科で包茎手術を行ったところ、医師と執刀医との間でしっかりとした伝達が行われてなかったようで、その結果男性のペニスは切り落とされてしまい、現在多額の賠償金を求める勝訴を起こしているそうです。僕は包茎手術を考えている全国の男性に言いたいです。ズル向けとはチンコの引力に負けて祈祷をさらけ出している負け犬であり、我々包茎はチンコの引力にも負けず、確固たる意志のもと包皮で祈祷を守っているスーパーヒーローであるということを。日本では関東包茎から火星包茎にする手術は保険が下りますが、関東包茎からズル向けにする手術には保険が下りないのです。つまり日本は火星包茎を押しているのです。包茎ですか、包皮があれば何でもできる。いくぞ、1、2、3、だー。いやー、包茎手術をしなくてほんとよかったー。怖いねー。怖いですね、これは。ひどいな。ひどい。はぁ。いや、これはひどいわ。怖い。性転換手術と間違えなかったよな。何ですかね。いや、それひどすぎるよ。すごい事件ですね、これは。ラストもう一枚だけ早く、はい、ラジオネームモグパチ、あるさん、チンコについて調べたある人のブログにこんなことが書いてありました。包茎手術で切り取った皮について、実はこの皮将来結構役に立つかもしれないのである。ペニスの皮は火傷跡を隠す食皮手術にはもってこいなのだ。勃起と収縮を繰り返すペニスの皮は他の部位の皮膚に比べて伸縮性に優れている。その分食皮に向いているというわけだ。おい、皮なし聞いたか、俺ら包茎はな、皮には困らないんだ、あれ余ってんだ、羨ましいだろう。以上です。さあ、というわけでもう1時間経過でございますけれどもね、いろいろとメールも来ております。ラジオネームキケ、M、鹿児島、あるさん、月の話大変感動しました。今でこそ LINE とかいう薄っぺらいつながりに身を任せている現代人ですが、昔はそうやって自然とのつながり大事にしていたんですよね、という。あ、すごいすごいですね。ちょっと来週も月を見てみましょう。来週もです。来週もちょっと月の中継、あ、ちょっとお願いいたしますかね、ということで。ラジオネームイメージン、アンジャッシュのすれ違いコントにはそういういじめの思想が隠されていたんですね。もう一生アンジャッシュのネタは見ません。そんなことないよ。そんなわけないでしょ。さあ、まあね、いろいろありましたけども、ちょっとだから思いましたね。だからやっぱ弱い自分、やっぱりなんか強くありたいとかね、ついつい言いますし、はいはいはい、弱い自分をやっぱり見せるのはちょっと恥ずかしい面もありますけども、うんうん、やっぱ今の時代そうやってなんか恥ずかしい気持ちを抑えてやっぱ見せた方がいいのかね、さらけ出した方がね、ちょっと、いいと思いますね、はい、松崎は今ちょっと悩みとかないのか、弱い自分見せてくれよ、俺に。悩みですか、うん、悩みがですね、あのうちのベランダの柵がちょっと壊れかけてて、うんうんうん、ちょっと風が吹くたびにちょっとあの、うん、グラグラするのがちょっと怖い、ね、怖いのか。直せよクソバカ野郎。グズ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 、そんなことお前大家さんがいつか直してくれると思ってんだろ。せめて直せよバカ野郎。日曜大工の一つもできねえでな、お前結婚できねえぞ。情けない男だな。バカバカバカ。あ、こんなまた厳しいこと言っちゃった。またみんなから怒られちゃう、怖いよ。松
気に嫌われちゃった怖いよさあ一部の地域の方この時間でお別れです。また来週も聞いてください。お相手有吉弘行と優しい雨でした。この後も引き続き2014年8月10日日曜日、時刻夜9時回りました。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントは優しい雨の吉本と松崎です。よろしくお願いします。よし、はい、いい体育会系っぽくていいじゃないか。あ、はい、ありがとうございます。いつの森君体育会系のラジオに回ってる東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーでございますけれども、ちょっと俺、はい、怒ってます。8時台と9時台の間にちょっとメールをちょっと拝見しましてね、はいはい、松崎さん、はい、ちょっと怒ってますよ私。え、何があるの？先週私ね、録音会の時に、はい、恥を忍んでエロいゲームをやりたいと、はい、松崎エロゲームをやりたいんだというお願いしたら、ちょっと松崎は、はい、まあ、ちょっと有吉さんの Mac ユーザーの有吉さんではちょっと難しいですという話。そうですね、はい、ラジオネームトムソイ、有吉さんこんばんは、ハッカーですお前か言っていいのか相方を性的な目でしか見れないファニーボーイこと松崎が先週の放送で Windows のパソコンを買わなければ有吉さんはエロいゲームをできないと言っていましたが、ハッカー的な視点から推察するとそれはオタク特有の縄張り意識から出た嘘ですね。ほら、え、有吉さんに自分の狩り場を荒らされるのを嫌ったのでしょうMac のパソコンでも仮想空間を展開すればインストールをしてプレイができます。なので有吉さんは Mac を使用していてもエロいゲームができるのです。おい、シークレットファニーボーイこの番組にはハッカー集団が常駐していること忘れるなよどういうことだおいエロいゲームできるじゃないかできるんですね。何なんだおい、すいません、ちょっと僕の知識不足で。お前知識不足か本当に。いや、はい、本当に僕は知らなかっただけで、僕の縄張りを仮想空間を展開すればインストールしてプレイができるっていう話じゃないかあ、そうみたいですね。勉強してこいよお前。いや、すいません、ちょっと Mac に関しては僕全然本当に。なんだ俺、はい、おい、今月中に俺にエロゲームやらせるわちゃんとお前今回のアシスタント終わるまでにきっちり俺がエロゲームを堪能できるようなな、はい、ようにしろ。あ、じゃあ僕が有吉さんのパソコンをの仮想空間を展開させられるように。おー、なんか知らねえ俺にはよくわかんねえけど、はい、ただ俺はエロゲームができればそれでいいよお前がエロゲームや、エロゲーム最初から最後までクリアしてるあの模様を録画してくれてもいいぞいや、それで堪能できるんすか。それでいいんすかそれでいいの、自分を信じて。いや、もう見たんだ、飛行機で花という気持ちを。見ました。エロゲームの話題でその歌出すの。ついちょっとに見ました。あ、まあ、どうでしたか、アナとヒゲの女王。いや、じゃ違うやつ見てますだったら違うやつ。雪の女王見ましたよ、はい、はいはいはい、すごいね。うん、ああ、良かったですね。嬉しいわ、はい、見たわ。映画4本見ちゃった。うわあ、そんな時間あるんですね。アナと雪の女王。はい、あと劇団ひとりのやつ。ああ、はいはい。晴天の霹靂。うん。とかいろいろ見た。うわ。嬉しい、楽しそうな思い出し笑いしてる。嘘。いや、嬉しかったな。劇団ひとりさんの映画面白かった。うん、面白かったな。あ、はい、全部面白かった映画。お俺はやっぱり松崎みたいな、なんかあのネチネチ言わないから。俺はあの漫画のちょっとあそこのストーリー展開があれですなとか言わない。ほらもう映画一生懸命作った人たちもう諸手を挙げて応援する。すごい
映画全部面白い。逆に信用できないよ。いや別に俺信用してくれないと思ってない、自分の感想だから。ああ別に誰に勧めてるわけでもない。俺はそういう男だ。久々にこのもうビッグダディ人気が下がってる時のビッグダディのモノマネね。このタイミングでやる男だ俺は。久々に聞いたビッグダディ。いやだからちゃんとしてよエロゲーム、ズルしないで。すいません。自分の、はい、自分だけが楽しんでるからダメなんだお前らは。あ俺にも楽しませてくれよ。ああなるほど。一緒にしころうぜ。いやそういうことだろ。一緒に輪になってな、輪になってしころう。輪になってしころう。いや最悪の歌だ。最悪の歌ですか。最悪。君にあげるからじゃなくてどういうことだ。いろいろ調べてしまう。調べといて。はい、ちゃんと。はい、そうですね。はい。はい。ねでもね、まあメールテーマもう一回やっとこうかな。本日のメールテーマはあなたのご先祖様でございます、はい、うん、ご先祖様のお話聞かせてくださいねということでございます、うん、私のご先祖侍ですとかね、はいはいはい、もう恐ろしい犯罪者でしたよとか、うん、でもいいですよ別にね、よかったメールにはパンを差し上げております。お願いいたしますね、うん、はい、メールフォームやっとこうか。はい、吉本にチャンスやろう。ありがとうございます、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です。まあまあいいな。あ、ロボット的になってきた、だいぶ。あ、俺がお前の感情全部そいで押いで押さえつけてだいぶ機械的になって良くなってきたぞ。 ありがとうございます。感情を持つなお前は。いや最悪なんだよ。ブレイクさすしてスネイナイトドリーマーライブオンエア。This month's assistant. ほんとこんな台風の時に優しい雨なんていうな、ふざけたグループ名恥ずかしいだろう。いやもうそれもうな、激しい雨が降ってますよ今。はいはい、なんかそれが優しい雨に変わるといいな。俺のフォローでバンバン助かってやる。助かったもんね、危ね。続いてアリゾンのレビューのコーナーです。通販サイトアリゾンで販売されている商品のレビューを送ってもらいます。はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。トム・クルーズ来日 DVD、 レビューは知恵。私はトム・クルーズが大好きで、この日本にプロモーションで来たクルーズ様を密着した DVD を速攻で購入しました。映像はかっこいいクルーズ様が映し出されていて嬉しかったのですが、背中に悪感が走りました、うん、私は普段からよく幽霊が見えるのですが、クルーズ様の後ろにブサイクで気持ち悪い、やたらテンションが上がっている背後霊のババアが見えるんです。今すぐクルーズ様は除霊しないといけません。除霊をしないと死んでしまいます。このレビューに対して日本全国の人々が、それ背後霊じゃなくて外人大好きミーハー素人ババア戸田夏子だよと突っ込んでいます。素人ババアじゃねえの、仕事まで行ってますからね。そうですか、ちゃんとした。俺も戸田夏子さんに好かれたいよ。もう会うことないですよ、うん、まあ通訳だからな。そう、でもつけた、あ、でも外国の人と話すときに戸田さんをつけることはできるよね。ああ、確かに、なるほどなるほど。だから俺が、はい、俺がハリウッドに行けば、うん、はい、戸田さんついてきてくれるんだろう。ああ、そう、戸田さん頼むよーって言えば。そんな間柄だ。そうだろ。まあまあ、そうですね。そしたらアメリカでも騒ぎになるんだ。なんだあのババアって。向こうで悪評立てようとしないでください。トム・クルーズとか笑うだろうな。あ、いる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 。いや、そんな。あのババアいるいるって。そんな、そんなキャラになってないでしょ。外国のタレントさんの間でそんなキャラになってないです。あのババア知ってる？いや、結構あるあるでハリウッドある。
る感じ。あるある。あの面白いな。ラジオネームフリーズムーン長原。商品名レクター博士のマスク。レビューは浜口京子。お父さんが夏風邪をひいてしまったのでマスクで検索し、おこれはデザインもいいと思い注文をさせてもらいました。届いてから早速お父さんに装着をしてみたところ、もう風邪は治ったのに私たちの怪力をもってしても外せません。お父さんの元気が日に日になくなってきてしまったので、もちろん星は0個です。このレビューに対して近隣の住民1000人が、騒音おじさんが静かになってよかったと回答しています。もうレクター博士のマスクなんてもう顎がガッチッ、どんな近いとガッチッとなって、もう口のところ爪楊枝みたいなやつ、もう何も食えないからね。元気なくなるやん。レクター博士をもってしても外せないからな。それだけの知能を持った人でもガチッとなってる。ガチッ、はい。ラジオネームラッパーザキバチョフ、ハガケンジ。ラジオネームラッパーザキバチョフ、ハガケンジのレビュー。レビューはアマちゃん。田舎にいい男がいねえから買ってみたで、そんで家に来てみたらとんでもねえクズだったんだ。やれ日焼けがしたいだの、やれいい女連れてきいだの言うし、すぐに人を脅して詐欺する最低なやつだっぺ。だもんで、おめえ最低の男だな、そのチンコ見せてみろって言ってズボン引っぺがしたらな、ジェジェジェすっげーでっけー一物で驚いたべー、星は5つ。チャ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 。このレビューにノーメンレナが、こんなことドラマで一度も言ったことねえと激怒した。よかった、よかった、よかったちゃんとね、怒ってくれて。見てねえからわかんない。こういうシーンはないんだ。ないあるわけないでしょ。赤賢治さんもパンツをずらすってないのね。ないです、出てきてないです。赤賢治さんが出てきてない、出てきてない、赤賢治さん出ないよね、出てないです、はい、俺有名のワンシーンって。いやいやいや、ないと思います。ズボン下ろしてあのテーマソング流れないです。流れないです。おい、そういうコメディーかと思ったけどな。いや違います。ラジオネーム稲葉の白うなぎ。漫画フリーのレビュー。お前の好きな漫画フリーです。はいはい。優しい雨松崎のコメント。この漫画は細身の男子高生の水着姿がたくさん出てきて、読んでいて勃起ものです。僕もあんな男性に触りたい。当然欲しいつつ。このコメントに対して58万人中58万の鳥取県民が、鳥取県はこのフリーのモデルになっている町があり、それで町おこしをしているので、お願いですからそっとしておいてください。童貞ホモオタクがこれだけ推してるとなると、なんかちょっと少し後ろめたいです、お願いしますとコメントしています。おい、俺はあんなこと言ってるの。そうよ、そうなの。いや、まあ、その舞台になってるのはその鳥取の、はい。あ、そう。じゃああんな男の子ペロペロしたいわなんて言っちゃダメだぞ。そう。そうじゃないんだよ。8時代に入っちゃった。化け物め。いいね、いや、つもで。はい。ポロッと出ちゃいました。はい。すいません。いいんだよ。はい。怖いのか、もう。もうアニメファンからのお叱りを恐れてるのか、お前は。あ、いや、そういうわけではないだろう。はい。自分が好きだったらそれでいいだろう、自信を持って。そうですね、はい。そうだろう。わかりました。はい。お前は強いな。それに比べて俺は弱いよ。いや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 。え？ずるいです。ずるいから。僕を使って。出かれようとしてきないでしょ。松崎強いな、じゃないよ。強くない。さっきハガケンジさんのチンコがでかいっていうメール読んで、誰かから叩かれちゃねえかなと思って、怖えよ。それは自己責任なんだよ。選んでるわけですか。続いて池田の発言。あの池田さんがつぶやいた言葉を募集しています。ラジオネームフォーカスゴールド。三木亮介のロングブレスダイエットっての名前の割には短命だったな。確かにね、いろいろ森久美さんのちゃちゃ入れとかあったからね、いろいろ問題があってな。でもまだやってらっしゃいますけどね。そうですね、ラジオ、はい、ふーってやつな。そうですね、はい、そうですね、はい、やってみ、3人でやってみよう、はい、まず吉本から、はい、ロングブレスいきます。まずはい、うん、ブーン、うんうんうん、よし、これな、はい、
いや、声出てる。声出さないで。全然面白くない。いや、俺もう、二人目になったとき俺震えたよ。俺やべ、オチだなって思って。どうすんだろうと思って。振り向いてしたんですけど。あとはもう身を任せてみたいな。そう、面白くなかったよ。危ね危ね。いやーでもなまるからな、やっぱりオチを担当していかないとな。やっぱりついつい先輩になるとオチ誰か任せがちだけど、やっぱりオチを担当して自分を戒めていかないとな。滑る恐怖をいつもやっぱ味わっとかないとな、芸人っていうのは。いやー怖かった。ラジオネームバスケットカウント、池田の発言。あいつばっか主演してっけど、米倉涼子って松本清張の子供だっけか。知ってんな、もう松本清張といえばなってんな、今な。そうですね。すごいよな、全部だろう、黒川の手帳以来。強いよね、もう怖いもん俺最近、あの人見るだけで。あ、もう役柄が強すぎて。あ、強い女性。だからやっぱり米倉涼子さんのあの、もう39歳ですよ、俺ほとんど同級生です。いや強すぎてビビるね、あれ。やっぱまだアマちゃん見てる方がラッキーラッキーが楽だ。あ、米倉涼子、なんだっけ、黒川の黒川の方系の、黒川の方系と怖かったよ。手帳え、多分違うの見てます。違うの見てる、はい、AV？ いや分かんないですけど、それには出てないですよ。米倉涼子のモノマネできる？できたら結構仕事増えるぜ。これあれだけドラマの主演やってっから、ちょっとやってみるか。ないですね。やってみよう。吉本からちょっとやってみよう。まあ強い女性、米倉涼子のモノマネな、はい、あなたいい加減にしなさい。うんうん、はい、こんばんは、米倉涼子です。そう、私も米倉涼子です。怖い、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 やんなきゃいいよ。なんなんすか。いやー、もう M 心がくすぐられる。金玉がヒリヒリするね。自分で自分いいですね。ラジオネームフォーカスゴールド、池田の発言。俺童貞だけど射精回数ではやりちんに勝ってると思うんだよな。これありえるよね。まあそうですね、あるよこれは。ラジオネームフォーカスゴールド、池田の発言。金スマで壮絶な過去を明かす奴らは大体クソつまんねえな。そう、そう、まあなあ、あれおじさんおばさん向けだからな。若い人が見てもそんなにまだ新地と直面しましたみたいに言われても、現実としてなかなかな、まあ、現実もないかもしれないだろうな。ラジオの栗原、会ったことない男と女のセックス見飽きたな。なんで AV 見すぎなんだよ。ああ、そうだよ、前親のやつも嫌だろうな。ラジオムーン、ベネットは静かに暮らしたい、池田の発言。チンチンに飛竜って入れ墨彫って、その後サンフランシスコのドスケベ女とやりまくったら、それってアメリカンドリームだよな。バカか。どうしたんだ。もう入れ墨入れなくていいよ。ラジオネーム市川智蔵、自分のことをバラエティ担当って言ってるやつは全員つまんねえな。はい、これエンジェルあげますね。まあまあまあ、うん。ラジオネーム今度またやろう、毎年お盆っていつからいつまでかよくわからないんだよな。確かにそうですね。なんかちょっと前にお彼岸なんてもあるしね。ああ一般的には8月の13、14、15、16。ああ、そうなんですか。4日間だそうです。まあ地方によって異なります。うん、はい、だから東京のお彼岸はちょっと早かったりとかね。1ヶ月早いとか。地域によってね。まあいろいろありますけどもね。はい。今の教養があったら。いや、また。いや、情報番組として成り立ってない。今日は月のお話もあったし、はい、お盆の情報もありまして、うん、結構今これギャラクシー賞狙います。今日この放送狙えますよ。マジですか。今ありますよ、はい、ありますよ。月の情報こっちからばっかでしたけど。頑張りましょう、頑張りましょう。頑張ろう、頑張ろう。ラジオネーム満腹ていなり、チンコ握ってるところを能年ちゃんに見つかったら照れちゃうな。いや無理だわ。ギャラクシー賞無理だわ。以上。Slay Night Dreamer.
さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けをしております、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー。本日のメールテーマ、あなたのご先祖様でございます。ラジオネーム道草むしゃむしゃ FM 滋賀。道草むしゃむしゃっていうのをちょっとエロい感じで松崎君声優だと思って、はい、道草むしゃむしゃ男の方な、可愛い女の子の方で言ってみ名前何にするお前。弥生。弥生ちゃんな。はい。青空弥生ちゃんにしよう。あ、はい、わかりました。青空弥生ちゃん言って。道草、むしゃ、むしゃ。ぶち殺すぞ、お前。いや思ったよ。ひどい手術だ、これは。これはひどい手術。何でもやっちゃダメなんだよ。いや、嘘そうだよ。嘘でしょ古い古い。振られたらやれっていう。FMC が、僕のご先祖様は代々武士で、鎌倉時代には源義経に仕えていて、明治維新の時のご先祖様は武士の時代は終わった後切腹をして死んだらしいです。誇り高かった先祖ですが、僕と言ったら23歳で童貞留年若ハゲ恥を忍んで解釈なしで腹を切ろうと思いますなるほどね、まあいろいろですよ、それも。ラジオネーム外面よしこ FM 長野。私の母方の祖先は駆け落ちをしていたと聞いています。写真も堅くなに撮らなかったらしく何も分かりません。父方の曽祖父は山を売り、現在の価格で3億円を手に入れニートになり、愛人をたくさん作り全て使い果たしたどころか借金まで作ったファンキーな祖先です。私も祖先に習い有吉さんみたいにファンキーな人生を送りたいです。なんか愛人たくさん愛人作ってさ、全てお金を使ったっていうことがファンキーだって言ってる感覚わかんないね。全然ファンキーじゃねえから。ファンキーを知らねえよ。急に毒舌が。しょうもねえ、これ。そんなことじゃない。なかなかファンキーな感じしますけど、ね、思いますよね。ファンキーっていうのは、はい、ピッチピチの蛍光の細身のズボンを履いて、袖のところが花みたいになってるシャツ着て、アフロだから。そうか。ダメ？ダメなことだ。そうかな。ラジオネームよ。怒ってごめんな。ラジオネーム妖怪きなこじじい FM 長野。有吉さん、僕にはすごく恥ずかしい祖先がいます。あまりにも恥ずかしくて両親もあまり口にしないのですが、小さい頃酔っ払った父親が話していました。何でも僕の曽祖父は戦時中に空襲警報が鳴ると家の屋根に物干し竿を持って上がり飛行機を落とそうとしていたらしいです。あまりにもバカなので周りも完全にシカトをしていたらしいんですが、今度は注目を集めようと物干し竿で敵の飛行機を落としたと言い張っていたそうです。恥ずかしくて当時の家族も私の曽祖父を完全にシカトをしていたらしく、小さい頃から変人扱いだったそうです。これまさにもドンキホーテですよ。風車に立ち向かっていく、この素晴らしいじゃないですか。ロシナンテと共にね、風車を倒しに行くんですから、素晴らしいですよ。だって優しい雨の2人だってそうだもんな、やっぱり、だってもう爪楊枝で、爪楊枝一本でこのお笑いの世界に乗り込んできたんだもん。え？いろんなやっぱりお笑いの怪物たちがいる世界に爪楊枝一本でな、爪楊枝一本乗り込んできたんだよ。それお前らだってドンキホーテだもん。まあまあまあ武器でっかくなるよ、頑張ります。はい、頑張れよ。はい、それでは、小泉今日子さんで月ひとしずく。This month's assistant. さあ、
東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と優しい雨がお届けしているサンデーナイトドリーマー、続いてはですねちょっと期間限定企画、はい、理想のアイドル、はい、二次元好きな松崎がアイドルマスターというゲームにハマっているので、どうせなら番組で理想のアイドルを考えようということになりました、うん、ちなみに3人理想のアイドルの名前は、松崎が新宮寺キラリ、吉本が佐藤よしこ、有吉さんが健直子まあだから本当は健直子と盾直子な健と盾で健を剣の方ですね、健、うん、はい、直子と盾直子が同じ私たち直子だねっていうところ、いや口調があの健さんみたいでしたけど今いや私たちって二人とも直子なんだね、そうね同じ直子ねっていう盾直子の方が今のは送ってもらいます、はい、もういろいろみんないろんなシステムで書いてますから、あ、まあまあ好きに書いてください、はい、ラジオネームメガホン、理想のアイドルね、名前ヒューマン石井性格めんどくさがり屋、特技頭突き、勝手に写真を撮ったファンのうち3人に1人が意識不明になるという意識不明系アイドル街中で声をかけられるたびに頭突きをかますので、ファンの数は増加することなどなく適度に抑制をされるまた頭突きした後に大丈夫ですかと声をかけて治療してもらえるので、いわゆる神対応を半自動的に作り出すことが可能である。しかし最近は神対応が有名になりすぎて頭突きを求めるファンの数が増えたため、面倒くさくなって金属バットでファンを襲うようになる。ダメだ、こういうことですか。なるほど、まあ、こういうこと、こういうアイドルどうですか。いや、まあ新しいじゃないですか、まあ、結構設定も細かくて、なるほど、ね、はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ、僕の理想のアイドルの名前は、性格が亀みたいにマイペースなことからつけた鬼頭赤丸子です本当にそういう理由かいつもマイペースでおっとりしているのに、仕事となると急にシャキッとして歌やダンスを踊り、最後にはズボンを下ろしてチンコを丸出しにするそんなアイドルが理想ですいや男じゃ男かいや、まあ男性アイドルもいいんじゃないですかね。いいですよ、はい、ラジオのパイロット、キセのさとこちゃん激しです、早くトップアイドルに上り詰めてほしいのに、はい、ファンの期待を裏切り続ける塩対応のじらしてちゃんキセのさとこちゃんいいんだろうね、これ。なかなか上に行かないっていうの、まあ、応援したくなりますね。そうね、はい、キセのさとこちゃんかわいいね、見た目次第ですねラジオネーム希望の船、ションベンスプラッシュアイドル黄金水キラリちゃんこのアイドルはファンである俺たちを便所だと思っているので、いきなり近づいてきてションベンをぶっかけてくれます。ライブでは会場が大きな一つの便所となり、客席の真ん中で高速回転しながらションベンを撒き散らしたり、逆立ちで霧状にションベンを出しながら会場を練り歩いたりと、圧巻のライブパフォーマンスを披露してくれます。最近の悩み、リカ子に命を狙われているいや、みんなアイドルを何だと思ってるの皆さんそれぞれ理想のアイドルいますから、理想ですよ、それぞれの形ですから、まあ好きにまた理想のアイドルいたらね、はい、送ってきてください、ね、お願いいたします、はい、それで替え歌、今週の課題曲はこちら。難しいな、難しいですけどねまあまあ森の中に昔から住んでる、いや完璧な、完璧でした、いい、はい、完璧です、いいな、嬉しいな。ラジオネームひろき、我が家のじじい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 、朝か三つよで昔から抜いてる若い子ら綺麗だったんだろうな、今でもそうなんだろうな、今でもそうですね、たまんねえんだろうな、あげときますラジオネーム永久ラブソング、ミスターチルドレンチューブスピーツラルク、ボーカル以外
名前がわからねえ。ファンじゃないと、ね、なかなかな、はい、うん、ラジオネーム、大木ボンス。アコギなデブだデブだ、シーダブルニコル。森の中に裏カジノ系。やめてよ。悪いな。あの笑顔の裏。バンバンイカサマしそうだし。イカサマするでしょうね。ラジオネーム、ダンコンの世代。えなりのチンコ、チンコ。改造チンコ。竿の先に真珠を仕込んでる。悪いな。あんな悪い人だった。すっげえ悪い。イメージないですけどね。ラジオネームパイロット。アナルがかゆい、かゆい。とてもかゆい。中島美嘉に。無比を塗ってほしい。いや、なんで、なんで、いや、もう手冷たそうです。手冷たそうです。いいよね。気持ちいいのかもしれない。手は触れないでしょ。夏はやっぱ中島美嘉に陰部を触ってほしいよね。手冷たそうです。冷たそう。足でもいいけどね。まあ全体的に冷たそうではあります。ラジオネーム大木ボンス。ビビアンスで抜いて、リアディゾンで抜く、ガイタレばかりの、ひと夏のアバンチュー。ちょっといい歌っぽい。ラジオネーム大山。クソブスわっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。ブスもみんな夢希望持ってる。ひどいよ。そうだよ。そうですよね。その通り。ラジオネーム三平。北沢剛剛剛剛。森の中に昔から住んでる。住んでないですよ、多分。森っていうか、まあ、洞窟な。いや、違う。見た目が確かにちょっとね、昔のね、ぽいけど。松崎は北沢の親戚だろ？いやいや、髪型ね。違いますよ。違います。面識もないです。ラジオネーム永久ラブソング。姉妹の腰の純子。ひろこ、みちこ、森の中に、昔から住んでる。これ、貸し残し、面白いっすね。昔から住んでる。そうか。森の中であれしてんだな、デザイン。書いたんだな。すごいな。偉いね。夜暗いのに偉いね。月明かりで書いてんだね。偉いね。どうしようかな。ラジオネーム、永久ラブソング。道端ジェシカ、アンジェリカ、カレン、ロクサブロ、道端四姉妹、JK のカリスマ。ロクサブロちょっとね。ロクサブロだけでしょ。いや、違う違う。その三姉妹。ラジオネーム、永久ラブソング。マルシア、リリコ、ピンコ、リカコ、カイヤ、ガミガミ喋る、うるせえクソババア、黙れこのクソババア、続いてろ。ババア、ババア、クソババア、ババア、クソババア、ババア、途中から私のびっくりした以上です。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer Slay Night Dreamer
さあ、もうちょっとやっておきますか。じゃあね、もうちょっと引き続きね、はい、はい、ラジオの夜嫌いの夜行性、隣のニコルニコルCW ニコル森の奥にデリヘルを呼んでる結構高いんじゃない？いやー、そうでしょうね。こうタクシーだけ結構1万ぐらいもありますけど、あ、大丈夫大丈夫金払わないからね結局金払わないからひどい最悪だ最悪だな妖怪きなこじじ崖の上のポーニョ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 崖の上に昔から住んでるうるせえないやジブリのコラボですね使い回しだったらひどい手抜きだラジオネーム稲葉の白うなぎ隣のバー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 ゴミの日にはノーブラで捨てに行く見てんのなんで見てんのラジオネームアンジェラビッグなゴリラゴリラ根本春美森の中でタロイモを食べてるゴリラじゃないです言ったことあるんだけどお前タロイモ食ってそうだなうわうわねえぐらいにしときますかどうしますか、もう一個言ってもいいですけど、うん、もう一個ライジオネームカジキマグロアナルを広げ空気吸って吐いて血呼吸を四時起きで練習偉いな偉い偉い早起きが早起きが偉い、うん、ルー以上、はい、来週どうしましょうかね来週は来週なんかニュースとしてはアンジェラ・アキさん涙の活動停止前ラスト公演活動停止するそうそうそうあれか背景とかこの手紙読んでるあなたはもうここにはいないのいやないな死んでるあなたはすっかり腐ってしまったそうしてしない、 いつかお葬式やってあげたいわこのままじゃ腐敗が激しいよしてあげてよ焼きましょうねそんな政府からの政府からのお願いです死体は焼きましょうそんな CM やんないでしょやんない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 やれないです政府広報やんないやんないですかやらないと思いますやんないですよなんかポルノグラフィティメジャーデビュー15周年広島の人ですよこの人そうですねはい、うんなんだっけな早いんだよなこの人たち歌早いやつ、うん、あーそうですねミュージックアワー君が胸を焦がすから夏の光、うん、じゃあうん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 そんななんか体操みたいなやつじゃないですあとはなんかないの好きな歌、うん、でも夏、うん、夏だからなんかちょっとアニメのアニメソングとかないの好きな今お気に入りのアニメソング教えてよ。あーとでもあの前にやってたアニメ、うんうん、週刊フレンズっていうアニメで、あの小袋のあの小袋奏でをあのスキマスイッチあスキマスイッチかの奏でをなんかカバーしてた。ちょっと歌ってみ。君が僕に渡されたハン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 なぜせざるをせざんほるぞひんはんはんうんふんはふんはふんはいにてやあらららららダイヤモンド見
つけたぜ。嘘。嘘。この、ちょっとこの録音を秋元康先生に。お前、すげえな。曲作ってもらう。秋元先生に。歌詞がちょっと歌うんじゃない全部怒られるの俺は夏ないのか夏夏フェスフェスっぽいねやろうぜああそうですバンドやろうぜそうだろ雑誌ありましたけどなんか入れるかバンド夏っぽいしっかりマキシマムマキシマムザホルモンフェスっぽい。フェスっぽい。フェスっぽいのか。フェスっぽい。知らねえや、そんなに曲は。まあ、有名なやつがあります。あとは。あれフェスないでも、まあ、チューブとか。チューブ、まあ、フェスまあ、やまあ、いいよ、チューブやる、はい、いいよ、まあ、チューブやってない歌なんだ。結構やってます、ね。ああ、夏休み。やってないチューブってそんな。やってないな。あそうですか。ああ、夏休みとか。うん、いいよ。君だけのつもろう。君だけはちょっとマイナーなの出してくるな。知ったかぶりするな。あれこれ、まあ、なんかちょっと斜めだな、みたいな雰囲気出したがるけど。まだ早いです。違います。チューブやってない。あじゃあ、夏休みしようじゃん、そのまま。ああ、そうです、ね。うん。いいよ。はい、なんだ、最初は。最初違うだろ。ああ。それ、サビだろ。ああ、そうです、そうですね、サビ。サビ最初。サビゴホテヘルデーじゃないいや、そんな歌ないでしょ。ホテヘルデー違う違う。そんなの多分違います。ラブホテル受付一人で入り30分後には風俗嬢がやってくるよ待ち遠しいからってドアを開けてしまうともう退室ですかとおばさんに疑われるから開けちゃダメだラブホのドアを開けてはダメだ一回開くのはホテヘル城が入ってくる1回だけだからねどういうやつにしますか時間がない、はい、夏休みします夏休み、はい、番組のホームページに載せておきますチェックしてください Slay Night Dreamer Live on air さあ有吉よくサンデーナイトドリーマーそろそろ別れの時間でございますちょっと分かりにくかったかもしれないけどラブホテルの部屋に入って入るともう受付のところには入りましたよっていうポンとライトランプがつきますから出る時はもう次退室だけですから開けたり閉めたりしてるともう退室なんですかどうなんですかって電話かかってくるしまあホテル呼びますっていうことだったら一回じゃあ女の子が後から人来るんですねって言うと一回は許してくれるけどもうそれでも待ち遠しいからガチャ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 やってるともうホテル上来たら何してるんですか他の部屋覗いてるんですかあんまりラブホテルのドア開けたり閉めたりしないようにねっていう歌です、はい、童貞なんて本当わかんなかったそうだろ、残念なの情報を入れてきますからいや、情報取れないギャラクシー賞取れないラジオネームねどうしようかなこれにしようラジオの JB 散歩後輩にエロゲーをやらせろと命令して輪になってしこることを強要そんなやつが LINE で仲間外れにされいじめられたと主張をしているもう何が何だか分かりませんただアルコ&ピースの平子がかわいそうだということは揺るぎない真実ですそうですねそうですね、うん、だけど輪になってしこること強要って言うけど松崎にとっては嬉しいよな、まあ、仲間ができますからねそうだよ、はい、俺だって嬉しいよお本当です俺ヒッチハイクしてる時駅の構内でトイレ行きたくなってさ、はいはいはい、でもインドとかのトイレって結構コインがいるの、まあ、お金払わなきゃさせてもらえないのよで俺は金ねえからさ、はいはい、もう駅の構内からちょっと出てさ、はい
もう野原みたいなところで野ぐそしようと思ってさ、そこ行ったらさ、いっぱいそんな人がいてさ、朝もうほんと輪になって野ぐそした。すっごい仲間意識が生まれた。なるほど。で帰る時すっごい踏んじゃうね。仲間のやつをだからすっごい思い出残ってる。だからもうお前らもほんと聞いてる連中もやってほしい、輪になって救ってほしい。友達作ってほしい、夏だから。さまたお会いしましょうね、来週ね。はい、お相手有吉弘行と優しい雨でした。はい、本当またお会いしましょう。